第6章「エル・カンターレの道」1目を開け皆さんあなた方は1回や2回地上に生まれてきたような存在ではないのです第5章でここ100万年ほどの歴史を振り返りましたがあれだけの文明の攻防がありあれだけの大陸の不珍があったのですそれぞれの文明に生まれていた人間はあなた方とは 全く別の人間だったのでしょうか降って湧いたように人々が出てきたのでしょうかそうではありませんそれぞれの文明に生きてアトランティス人やムー人だったのは実は他ならぬあなた方自身だったのですあなた方自身の魂の奥にある記憶の宝庫の中には過去何十何百の文明に生まれ変わった記憶がゲとしてあります 霊能を持った特殊な人だけにああるのではありませんそれは全ての人に平等に与えられている魂の記憶なのですしかし人間は長年の天正輪廻の過程で培ったそうした英知を肉体に宿ったというただそれだけの事実で忘れてしまったのですあなた方が自分自身だと思っているものはあなた方の本物ではなくてぬいぐるみにしか過ぎません肉体とは 魂がこの世で修行を積むための乗り船であり自動車にしか過ぎないのです。ですから船の船頭があなた自身であり自動車の運転手があなた自身であって船や自動車はあなた自身ではないのです。そこで自分の肉体を操っているもう一人の自分というものに目覚めていただきたいのです。本当の自分自身に巡り合っていただきたいのです。わずか 10年や20年の学校教育で受けた知識をもって世界のすべてが分かったなどと思ったらとんでもない間違いなのです自分自身で本当の自分というものを探求しなければいったい誰がおせっかいにもそれを教えてくれるというのでしょうか本当の自分に巡り合うためには自分自身で本当の自分とは何かを探求するしかないのですでは本当の自分に出会うとは どういうういことでしょうかそれはすなわち魂の真実に気づくことですそして魂の真実に気づくためには自らの心を徹底的に探求しなくてはなりません自分で自分の心を探求しないでいったい誰がその真実を教えてくれるというのでしょうかあなた自身があなたの真実の姿を語れずしていったい誰がそれを語ってくれるでしょうか悟りとは 本当の自分自身に出会うことです本当の自分の真実なる心を自分自身で語れることですつまり「これが私だ」と言い切れることなのです人間の魂は仏から分かれてきたものであり仏の自己表現の芸術であると言ってよいでしょうところが人間は想像の自由と行動の自由を与えられたことから孫悟空の真似をして わがままいっぱいに生きてきましたそしていつの間にか親である仏のことを忘れ仏の心を忘れ自我が欲と煩悩のままに地上生活を営むようになってしまったのです実在界の天国よりもこの地上界に執着を感じ始めた時に人間の堕落は決定的となりましただから地上界そっくりの欲望と闘争の世界をあの世に作りそこが地獄となってしまったのです 自らを知るとは、自らが仏の子であることを知るということです。仏の見心を知るということなのです。そして、目を開くとは、自らの冷静に気づき、四次元以降の実在界の存在に対して、心を開くということなのです。もしあなたが、現在の自分に満足し、現在の人間観に満足しているならば、居眠りをしていても結構です。しかし、真実。 目を開きたいならばまず自らの心を探求することから始めるべきです仏の国への手がかりはそこにあるからです2執着を立て自らを知るためには自らを捨てるということです本物の自分を知るためには偽物の自分を捨てなくてはなりませんつまり偽物の自分に気づくことが 偽物の自分を捨てる第一歩となります。そこで、まず偽物の自分というものを列挙してみようと思います。1。他人から愛を奪い取る自分。まず、偽物の自分の筆頭とは他人から愛をもぎ取ることばかりを考えている自分です。根本物は宇宙を与えられたのです。人間の魂も人間の肉体も仏から与えられたのです。 仏は太陽も空気も水もそして大地も海も動物も植物も鉱物も一切合切を与えきりましたしかし仏は何の報酬も求めてはいないのですこのように与えきりの世界の中に生きておりながら人間は何故に奪うことばかりを考えるのでしょうか仏にこれだけの愛を与えられておりながら一体これ以上 どれほどの愛を与えられたら満足するというのでしょうか仏の愛を知らない人だけが他人の愛を奪い取るのですしかし奪い取りたい他人の愛とは一体何なのでしょうかそれはこの世的すぎる評価でしょうこの世的価値判断に一体何の意味があるのでしょうか三次元的唯物論的な評価をしてもらったところで一体それが 何の役に立つといううのでしょったいどれだけ自分の向上に役立つというのですかそのような自己愛の心は他人と自分を隔てる壁となりやがては地球全体に動物園のような金網の柵を張り巡らすことになるのですそういうことがなぜわからないのでしょうかすなわち間違った執着を持っているからですだからわからない 執着の心を持っていたのでは本当の幸せというものを得ることはできないのです。二、仏を信じない自分最も哀れむべきなのは仏を信じていない人たちです。仏が作られた世界を信じていない人たちです。人間とは偶然に男女の性的結合の結果生まれてバラバラの個人として生きているのだと思っている人たちです。ここに、最も憐れむべき。 偽物のの自分があるのです。仏の救済などは信じられない信じろというのならばきちんと証拠を出してみろというような方はすでに仏というものを裁いているのです仏を裁けるほど自分が偉いと思い上がっているのですしかし人間では地球の誕生以前から人類を見守っている仏の存在を証明することなどできませんその証拠が欲しければ 死んであの世に帰った後証拠を見せられるでしょうただしその時にはすでにほとんどが手遅れなのですそして真っ暗な世界で自分の存在すら証明できなくなるほどの困惑に陥ってしまうでしょう3精進をしない自分偽物の自分の3番目とは精進をしない自分です精進をしない自分とは第一に 怠け心ある自分であり第二に仏法真理を学ぼうとしない自分であり第三に他人を公平に見ない自分であり第四に素直でない自分です仏は人間に永遠の努力を期待していますですから努力をしない人間は仏のことは言えませんあなたは日々努力していますか日々 仏法真理の勉強を深めていますか他人の実力、他人の進化をしっかりと評価してあげていますかそしてまた、素直に生きていますか素直でない人間には、向上などありません。素直でない人間は、真の魂の学習などできません。素直であるということは、それ自体が美徳であり、それ自体が仏の御心にかなっているのです。ですから、 理屈ばかりを言って他人の言う言葉に耳を傾けないのは素直でない証拠です。4. 執着だらけの自分偽りの自分とはすなわち執着だらけの自分ということです。真実の自分を知るとは日々仏の心を心として生きるということです。そして仏の心を心として生きるとはこの世が修行のための仮の世であり全てを捨てて やがててあの世へとととと帰ららなななければいなないここを知って日々生きるということですたとえこの世にいくらしがみついていたところでやがては必ずあの世へと旅立って行かねばならないということなのです人生は無常なものであり一日一生の思いで生きなければいつ何時死に見舞われるかもしれないのです天国にいる人で地上に執着を持っている人など一人もおりませんしかし 地獄にいる人は全て地上に執着を持っているその事実を一時も忘れないことです、3. 熱鉄のごとく赤く赤燃えよ執着を断つことは人生における一大決意だといえますつまり永遠の人生において幸福を保障する英断でありますしかしこのことは人生を消極的に生きよう 後ろ向ききに生きようという意味では決してありません執着を断つからこそ積極果敢な人生が開けてくるのです世の人々をよく見てごらんなさい執着のある人々のなんと弱々しいことでしょうなぜ自分の地位や名誉あるいは他人と比べた年収などに執着をするのでしょうかなぜ学校の名前や会社の名前に執着するのでしょうかなぜ 見えや虚に執着をするのでしょうかそんなものに執着して一体何になるというのでしょうこの世の人々に評価されたところで一体それが何になるのでしょうはるか彼方の大宇宙の果てよりもさらに偉大な根本物の存在から見たならば人間の執着などいかに儚くいかに虚なしくいかに取るに足りないかそのことが分かりますか 全てのこの世的な執着を経って、熱鉄火のごとく、赤く、熱く燃えてこそ、真実の人生なのです。それでこそ、仏の子としての人生なのです。それでこそ、仏に認められる人生だと言えるのではないでしょうか。人間が、この世で築いた地位も、名誉も、財産も、死んであの世に持って帰ることはできないのです。この世の肩書など、あの世では、 もちろんんのこと通用しません日本の総理大臣と言われた方たちが一体何人あの世の地獄で苦しんでいるかあなた方は知っていますか人も羨むような大会社の社長が何百人何千人と式場地獄アシュラ地獄あるいは畜生堂に落ちているのですそのことをあなた方は知っていますか生きていた時に金儲けばかりうまくて 何人もの女性との快楽をむさぼった人間が、快楽のうちに人生を終えた人間が、そのわずか数十年の快楽のために、一体何百年、苦しみという名の代償を支払い続けているか、あなた方は知っていますか地獄は、昔話や方便ではなくて、実際にあるのです。厳然としてあるのです。仏法真理を体得した人の目から見れば、あの世で苦しんでいる人々の姿は、 金魚鉢の中の金魚を見るよりもたやすく見えてしまいますそしてそういう彼らに共通するのはこの世に執着の多い人ほど苦しみもまた深いということです人間は心です魂ですですから死んであの世にもって帰れるものはあなたがた身の心以外にはないのです心がすべてなのです死んであの世にもって帰れるものは 心しかないのだと気がついて初めて人間は開き直ることができるのです心しか持って帰れないならばせめて美しい心を持って帰るしかないでしょうでは美しい心とはどういうものでしょうかもちろん仏が褒めてくれるような心です仏が褒めてくれる心とは愛に満ちた心です与える心生かす心許す心感謝する心です ですからそういう心を持って帰れるように心を磨き心を高めることにこそ熱鉄のごとく赤く燃え上がるべきなのではないでしょうか執着の反対は何だと思いますかそれは愛ですなぜならば愛とは与えることだからです他人を生かすために与え続ける愛の中に一体何の執着があるというのでしょうかですから 執着を断つには、まず、愛を与えることから始めることです。あなたは、お世話になったご両親に、何をしてあげましたか兄弟に、何をしてあげましたかまた、お世話になった先生の期待に、応えることができましたか友人に何をしましたか縁あって人生の途上で出会った人々に対して、一体何をしてあげましたか隣人に、何をしてあげましたか 恋人に何をしてあげましたか妻や夫に何をしてあげましたかあるいは子供を育てるときに自分のご両親の苦労をどれだけ思い出しましたか心の中で憎んでいた人を許してあげられましたか怒っていた心を静めてあげましたか仏の愛にどれだけ応えながら勇ましく人生を歩みましたか ?4 人生は日々の勝負なりこの世の執着を去って心を裸にして仏の子として生きてゆくことを誓った時あなた方は一体何をなせばよいのでしょうかあなた方のなすべきことは山にこもったり滝に打たれたりあるいは断食をしたり座禅ばかりして日々を過ごすことではないはずです人間は山にこもるために生まれてきたのではありません人間は 断食をするたために生ままれてきたのでもありませんそんなことでは悟れないことを2,500年前にインドの釈迦が証明しているではないですか彼の人生を無駄にしないためにもそうした肉体業の中に悟りの因はないということをあなた方は気づかなければならないのです肉体を極端に快楽の中にどっぷりとつける生活の中にも肉体を極端に痛めつける肉体業の中にも 本当のの悟りり因はありませんこれら左右の両極端を捨てた中道の生活こそ仏が期待している生活なのです人間が心であり魂であるからといって肉体を粗末にせよと言っているのではもちろんありません肉体とは人生修行のために両親の縁でもって仏からいただいた大切な乗り物なのですお金を出しさえすれば簡単に買える車でさえ 愛車だとか言ってて毎毎日毎日ピカピカカに磨き上げている人がおりますしかし車を大事にするぐらいなら自分の体をもっと大切にし健康のために適度の運動と調和のとれた栄養を考えて維持しておくべきですそして睡眠をしっかりとり規則正しい生活をすることですまた人間の理性と知性を狂わすアルコールなどというものに。 魂までで奪われないことですアルコールがなければ生きていけないようになるとやがて人間は理性を失い地獄の悪魔たちに肉体を支配され肉体を明け渡してしまうようになりますそれが必ず仕事の失敗家庭の崩壊へとつながってゆくのです左右の両極端を去って中道の生活にいるべきだと言葉で言うのは簡単ですがそれを実践するのは大変難しいことです 中道の道とは考えれば考えるほどに奥の深い道なのです。ではどうしたら中道の生活にいることができるのでしょうかどうしたらその物差しを手に入れることができるのでしょうか人々の次なる疑問はここにあります。中道の道にいるためにはまず二本の物差しが必要です。一本は言うまでもなく発祥道を中心とした自己反省の物差しです。 もう一本は愛の発展段階説を基軸とした自己鑑賞の物差しです。この日本を物差しとして生きていただきたいのです。発祥道とは正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく行為をし、正しく生活をし、正しく精進し、正しく念じ、正しく情にいるべしという教えです。これは正しさというものを基準として自分の心と行いの。 両極端な揺れを修正し中道を見いだすための方法だと言えますすなわち中道の中にあってこそ他人と仲良く生き大調和の生活ができるからですしかし正しさを基準として自己反省ばかりしていることが消極的遠征的なる人生に出す危険は戒ましめねばなりませんつまり反省にとらわれすぎると人生は前に進まないことにもなりかねないからです 自分をしっかりと反省ができたならば次はそれをどのように心でどのように行いで表していくかですすなわちそれは感謝業ということになりますでは感謝業とはどういうものでしょうか人々にありがとうということですか確かにそれも一つですしかし本当の感謝業とはもっと積極的なものですつまりあなたは 他人に一体何をしてあげたかそこに本当の感謝業がありますそれはやはり愛なのです与える愛です与え続ける愛です無償の愛の実践なのですこれが本当の感謝業のあり方だと言えますそこで時折自分が今愛する愛の段階にいるのか許す愛の段階にいるのかそれとも 存在の愛の段階に入ったのかを自問自答してみるすなわち自らの成長を自己鑑賞してみることが必要ですなぜならば愛の発展段階はあなたの成長の確かなバロメーターでありそこに日々の進歩があるからです反省と進歩この二本の物差しが仏の子としての本当の人生の証なのですですから日々反省し 自らの極端な思いと行動を戒め日々自己鑑賞して自らの進歩を振り返ってみなくてはなりませんそうするときに初めて人間は人生の日々の勝負に勝利していると言えるのです5きらめく人生人生には反省と進歩が必要ですしかしただそれだけでは彩りがなさすぎると私は思います 人生にはやはりきらめきが大切だからです。では、そのきらめきとはどういうものなのでしょうか？一体何でしょうか？それについて考えていきたいと思います。きらめきとは光がその光彩を放つ瞬間です。そして、そのきらめきの瞬間にも私は三つの瞬間があると思うのです。ここでこの3つの瞬間についてお話ししましょう。 第一の瞬間とは病から立ち直った時です病は人生における試練の時だといえますこの試練といかに戦うかによってその人の人間性が試されるのです病は二つの意味から試練だといえますその一つは肉体的な苦しみが伴うということですそして今一つに精神的な苦しみがありますまず 肉体的な苦しみについてですが、それが生じるのは、大抵の場合、規則正しい生活をしていないか、過労か、それとも、本人の思いに何か問題があるかです。ですから、病に苦しんでいる人は、その肉体と同様、その心も病んでいるということに気がつかなくてはなりません。そして、肉体が苦しんでいる理由をよく反省することです。病気の8割までは、 何らかの憑依霊に疲れた状態を起こしており死者の霊が他人の肉体を使って本人と同じように油汗を流して苦しんでいることが多いといえますその証拠に憑依霊を取り除いた瞬間あっという間に熱が下がり病人が心身ともに爽やかになって立ち上がるということがありますこれはまさに肉体がいかに霊的な影響を受けているかということの証査です 憑依霊いれいが一番嫌がるのは、反省と感謝です。なぜならば、病気になった本人が、反省と感謝をし始めると、その後頭部から五行が差し始めるため、次第に憑依霊いれいと波長が合わなくなり、ついていられなくなるからです。この五行を、さらに強く出すためには、本人の精神的な苦しみを解決してゆかなくてはなりません。精神的な苦しみを解決するためには、 まず自分が持っている執着を一つ一つ点検しこれを取り除いていくことです病人に対してはこういう言い方は皮肉ですが執着を断っていつ死んでもいいような心境になった時初めてあの世の守護指導霊の力で仏法真理の光が入り始め病は急速に回復していきますこれがまさしく奇跡の瞬間ですこのように 病から立ち直るという奇跡の瞬間を体験した人は一大衛心をし一大人生を成し遂げたのだと言えますそしてこのきらめきは本人だけのものではなく他の人々をも照らす心の光となるはずですきらめきの第二の瞬間は信仰に目覚めた時です信仰なき人生と信仰ある人生とでは例えば闇夜に手探りで生きている人と カンテラを照らしてて生きいいる人ほどの違いがありますこの3次元は物質中心の世界ですが物質ばかりに心がとらわれて唯物主義を真理だと考えるようになってくるとだんだんに快楽のみを追い求めるか闘争だけに熱中するようになってきますすなわち仏の目を忘れた人間最も憐れむべき人間となってくるのです信仰は夜道を照らす一条の光です この光によってのみ実在界に対して盲目の人間が初めて目開きとなるのですきらめきの第三の瞬間は霊言現象などの霊的啓示を得た時です霊言現象とは自らの心の扉が開いて潜在意識層の守護指導霊の言葉が伝えられるようになることです一部の霊能系新宗教における霊道現象が先人たちの霊遊びに過ぎず たわいもないことを口走り99%の人が事後に人格に破綻をきたしたのに対し幸福の科学の霊言現象は悟りを得た人のみの高級霊現象であり霊言の中に高度な法を含んでいるのが特徴ですしたがって高級霊たちに教えを受けると同時に彼らに守られ続けているのですしかもそれが法を学ぶ過程において追体験できるのです 実に素晴らしいことですこうして高級霊の霊言を直接あるいは間接に体験できることは人生がきらめく第3の瞬間だと言えましょう6ダイヤモンドの時間人生を力強く生きるためには有限な時間を正しく使うことが必要となります人間の魂が地上に生まれ変わってくるのは何百年に一回。 あるいは何千年に1回です。つまりそれほど貴重な体験なのですそれにもかかわらず大多数の人々は人生の意味を深く追求することもなく無意の時間を過ごしてゆくもったいないことです晩年になってから仏の存在に気づき信仰心に目覚めてやり直しをしたいと思っても過ぎ去った人生の時間は矢のごとく行く川の流れのごとくであり もはや取り返しが効きませんですから人生の早い時期に仏法真理に目覚めた人は幸せですそして一生を仏法真理に従って生きることができれば最高だと言えますもちろん遅く仏法真理に出会ったからといってそれで何もかもがダメになるわけではありません遅く目覚めた人はそれなりの覚悟を持って密度濃く生きればそれはそれで。 素晴らしい人生となっていくでしょう人生には一つの秘訣がありますそれは自分が死ぬ時のことを瞑想してみるということです自分が死ぬ時何を考え何を感じるだろうかということを常々瞑想してみることですその時に「ああ生きていてよかった人生って本当に素晴らしいな」と思える人は幸福な人生を生きた人だと言えます その反対に自分が死ぬ時のことを考えると後悔ばかりが次から次へと湧いてくる人たちもおります気の毒な人ですこういう人たちは死んであの世に帰れば高級霊の面前で自分の一生を反省させられるのですテレビでも見ているようにそれはそれは鮮やかに自分の人生がそこに映し出されて大勢の人々の目の前でそれを見せられます 死んであの世に帰ったばかりの人は仏の目から見たら自分が一体どういう人間であるのかということをはっきりと知らされるのですこの時は何一つ嘘も言い訳も聞きませんそしてたくさんの人々の視線を感じて自分の行くべきところを悟るのです地獄へ行く人は自らが選んで地獄へ落ちて行きますというのは自分がどういう人間かが分かってしまったら 恥ずかかしくて天国には住めないからです物理学的に言うならば霊的な波長が粗雑で他の人々の精妙な波長に合わないということですあるいはまた意識体が三次元的な物質的なものになってしまいその比重が重くて下へ沈んでしまうということでもありますしかし死去した後実在界で自分の人生模様を見せられて 他の人たちからら拍手を送られる方もいますすなわちその人が自分の人生の間違いに気づき仏に両手を合わせて許しを請いその両眼から涙が流れている映像が映るときあの世の人々は拍手喝采し新米の霊人の肩を叩き握手を求めるのです。またその人が仏法真理の伝道のために一命を投げ出し立ち上がった姿が映ると 光の菩薩たちは涙を流して喜びますこれは何年あるいは何十年先かはわかりませんがあなた方を待ち受けている光景なのですその時が確実にやってくるのですだからこそあなた方は常々自分たちが死ぬ時のことをいやむしろたとえ明日命がなくなってもいいような人生を生きているかどうかを 自問しななががら生きるとということが大切なのです死ぬ時に今のような生き方であなたは恥ずかしくはありませんか悔いは残りませんか自分の両親に照らしてみてどうでしょうか人生の時間をダイヤモンドのように輝かすためにはこういった意識と発想の転換が必要だと言えますすなわち自分の死の瞬間を想定して現在までの自分の生き方を反省してみることです これは善意なる第三者の立場に立って反省するということと同じだと言えますそしてこれがダイヤモンドの時間を生きる秘訣なのです密度の高いきらめきのある人生を生きる秘訣なのです七夢を抱け人生には夢が必要です夢のない人生には希望がありません 自らの作った悪を反省し前念を取り戻すことはもちろん重要ですしかしあなた方の人生とはマイナスをゼロにするだけのプラスマイナスゼロ人生だけでは物足りないのではないでしょうか夢を抱くとはできるだけ素晴らしい人生の設計をするということです例えば建物を建てるときには設計士が図面を作りそれを見て 大工さんが素晴らしい家屋を建ててくれますしかしあなた方の人生の設計師とは他ならぬあなた方自身なのですですからあなた方自身が立派な設計をしなければ出来上がった建物はでたらめなものになってしまいます家を建てるときにはあんなにも設計図を気にするのに自分の人生となるとなぜ設計図を作らないのでしょうかそれだけ無鉄砲に人生を生きているということです 行き当たりばったりに人生を生きている人があまりにも多いということですところで設計図といってもそう難しく考える必要はありません要はいかに夢を抱くか夢を描くかということなのです夢を抱いている人とそうでない人とでは人生を生きる自信が全く違います他人に対する説得力が違います夢を抱いている人に出会った日は 一日中とても幸せな気分になるでしょうよし自分も一つやってやろうという気持ちと同時によしこの男を助けてやろうという気持ちになってくるはずです夢を抱くということの中には人を酔わせる何かがあるのです今まで世に立って後世に残るような偉業を成し遂げた人で夢を抱かなかった人はおそらく一人もいないと思います人間としてて生まれて この世に生きる以上大きく生きてみようとする気概は非常に大切ですミノムシのようにちっちゃくなっているからといってそれが謙虚だということではないのです謙虚さとは自らが大きくなっていこうとする過程にこそ必要だと言えます自らが自信満々に生きているからこそ謙虚さということが必要なのです謙虚さとはすなわちブレーキですしかし、かブレーキだけでは、 自動車は前に進みません自動車が前に進むために一番大切なのはアクセルですアクセルがなければ自動車はその機能を果たせませんそしてブレーキは用心のためにあるのです暴走しないように事故防止のためにブレーキはあるのです私は地獄に落ちることについての警告をずいぶんしてきましたしかし 地獄に落ちることを恐れて毎日毎日念仏ばかり唱えアーメンばかり唱えていてもその人は一向に立派にはならないはずですアクセルを踏み込まなくてはダメなのですスピードが出すぎたと思ったらブレーキを踏むそのためにブレーキがあるのですしかしいつも前向きに向上を目指している人生ならばブレーキが故障していないことだけを確認しておけばいいでしょう 間違っていたらすぐ反省して軌道修正ができる自分であることを日々点検できたなら勇ましくアクセルを踏み込んでいくことですそれが夢を抱きその夢を実現していくということなのです夢を抱く紅葉は単に設計図を作るだけではありませんそれには一つの神秘的な作用があります夢とは持続する心のビジョンですそれは必ず あの世すなわち実在界の守護指導霊たちに通じます。実在界の守護指導霊たちも常々どうやって地上界の人々を守護指導しようかと頭を痛めているのですところが地上生活をしている人たちはどの人もこの人も歌方のごとき思いばかりが心に巨来して何らしっかりとした人生の指針を持っておりませんどのように自分は生きたいのかについてさえ としたもののを持っていないなですこういう人に対してはいったいどのように守護指導ができるのでしょうか生きている人間を根本から教え込むということはこの世の人間の主体性を失わせますあの世の守護指導霊がやってよいことといったら生きている人間にインスピレーションを与えることぐらいです通常はそれがすべてなのですしかし しっかりとした夢を抱いている人ならば、その人の夢がどうやったら実現できるかを、守護・指導霊は考えていればよいし、それに沿ったインスピレーションを与えればよいのです。ですから、しっかりとした夢を抱き、夢を描いていさえすれば、あの世の守護・指導霊たちの援助を受けて、実現できる可能性が高いと言えます。実を言うと、これが、本当の意味での自己実現なのです。つまり、 自己実現のためにはまず夢を抱くそしてそれをビジョン化し祈りによって守護指導霊にお願いしやがて具体化するというプロセスをとるわけです自分の抱く夢が自分の人格の向上と人々の幸せにつながる必要があるのは当然です8黄金の勇気を持て勇気 この言葉を聞くと、胸が高鳴るのは、私一人だけでしょうか。勇気という言葉を聞くと、私は、大木の中に打ち込まれてゆくまさかりを思い出します。カーン、カーンと、早朝の森林にこだまする、あの勇ましい生命の鼓動を、聞いているような気持ちにさせられます。この勇気という名のまさかりがあるからこそ、人間は、人生の苦難という名の大木を切り倒してゆけるのだ。 と私は思うのですですから人生にくじけそうになった時には自分には勇気という魔盛りがあるのだということをどうか思い出していただきたいのです自分がとても惨めに打ちしおれてしまった時には仏はあなた方に勇気という名のまさかりをくださっているのだということを思い出してほしいのです人間は肉体を持って生まれ落ちると盲目ですつまり 自らの五感だけを頼りとして、手探りで生きてゆかねばならなくなるからです。だからこそ、仏は、運命の森を切り開いてゆけ、と、あなた方が生まれるときに、勇気というまさかりをお与えくださったのです。ですから、あなた方の誰もが、このまさかりを腰にぶら下げているのです。なぜそのことに気がつかないのでしょうか。苦しいと言って、他人にその解決を頼んで回る前に、悲しい。 悲しいと言って他人に同情を求めて回る前になぜ勇気のまさかりで自分を縛っている運命の糸を断ち切ってしまわないのですか。禅の公安の中に大力人という話がありますこれは中国の無門恵海和尚の編著の「無門官という書物に収められた全48足の考案中第20足にある話です。証言和尚曰く 大力量の人、何によってか、足をもたげ起こさざる。また曰く、口を開くこと、絶頭上にあらざる。無門曰く、証言言いつべし、腹綿を傾け、腹を倒すと。ただこれ、人の上等するを書く。たとえ、直下に上等するも、まさによし。無門がところに来たらば、通望を喫せしめん。何が言えぞ、にぃ。 心筋を知らんと干せば仮に見よ。樹に曰く足をもたげて東本須香水海神戸を垂れて伏してみる自然点一個の渾身作るに所なしこう一句を告げこの考案の意味は結局次のようなことです人間というのは自らが大力漁人であることを忘れこの世的な常識世間の目 医者の言葉などに催眠術にかかったようになって自らをいつ故障するかわからない唯物的な肉体人間だと思っているしかし本当の自分というのは仏の子であり無限の力を持っているのだ身よ禅定により下脱をしたならば自らの本当の姿霊体は地球をも眼下に見下ろすような巨人となり高次元大宇宙の水たまりである この三次元宇宙の銀河星雲洪水界など足を持ち上げて踏み下ろせば水しぶきになって飛び散ってしまい如来や菩薩界と対比される6次元以下の人間的悟りの世界自然点など頭を垂れて見下ろさなければならないほどのはるか下の方の世界なのだどうやらこの無門和尚と言われる方は如来界の悟りを得ていた人のようです如来界の悟りを得ると 人間は自らの真の姿は五尺の肉体に宿っているようなそんなちっぽけな霊魂ではなくて宇宙大に広がるエネルギー体だということがわかりますそして禅上している時に自分の体がみるみる大きくなって地球をはるかに眼下に見下ろすような体験をします本来人間というものはそういう大力量人すなわち自由自在融通無げな存在なのです その人間が三次元的感覚に縛られ、あるいは学校教育や世間常識に縛られ「例などないあの世の世界などないのだ」と思い込んで自らの手足を縛っているのですそして病気になればなったで「死にたくない死にたくない」と言い続けるような憐れむべき小さな存在となっているのです黄金の勇気を振るい起こし黄金のまさかりを振り上げ 名網という名の大木を切り倒すことです。力強く、まさかりを打ち込んでゆくことです。自らの悩み、苦しみ、あるいは運命のしがらみに、勇気を持って打ち勝ってゆくことです。そして、黄金の勇気を振るって、自らを縛る運命の糸を断ち切ることです。勇気とは、大切なものです。そして、勇気を振るい起こしたとき、人間は、 自らが大力量人でであることに気づくのですしかしひとたび自らが大力良人であることを悟り病床から立ち上がり力強い人生を生き始めた人であってもあるいは唯物思想の名門を断ち切って真理に目覚めた人であってもこの三次元の物質界の波動を受け続け三次元人間の誘惑に引っかかり始めるとだんだんに気力が薄れてゆく時が来ますしかし その時こそが歯を食いしばって頑張るべき時なのですマラソンでも同じですその途中で放棄したくなるような苦しい時が必ず来ますそういう時にそこで投げてしまったら誰もが勝利のチャンスを失ってしまいますつまりその競技で完走ということはありえなくなるのですしかしその苦しい期間を通り過ぎるとなぜか足が軽くなり 最後まで走り続けることができます。そういう不思議を経験した人はたくさんいるはずです。水泳でも同じです。息が苦しくなって泳ぐのをやめたくなった時、負けるものかと歯を食いしばって泳ぎ続けていると、やがて自分の体が水と一体となり、波のごとく泳ぎ続けることができるのです。もちろん人生はマラソンや水泳とは違います。しかし、同じように、 苦しくても耐え忍ぶべき時期というものがあるのです。そしてそういう時期を粘り抜いたとき、一つの自信を得るとともに仏の光明を密接に感じることができるようになるのです。9. 画僚の時代、海藻の青春。さて十代の頃のことから筆を起こしましょう。小学校の高学年時代の私は小学生とは思えないほど。 平気でで長時間の勉強に耐えられる子供でした黙々と勉強を続けた成果は次第に上がって小学校の6年生になると年間通算で平均点99.7も取るようになりましたそれも平均点が100点にならなかった理由はある国語の試験にケアレスミスで回答を記号で選ぶのを間違えて言葉で記入して何十点か失ったからでした父は その成績表を持って知り合いの T 大学附属中学の校長に進学相談に行きました。附属中学はおろか灘中学でも合格できるのではないかとの意見でしたが将来政治家にでもなる時には地元に友人たちがいた方が良いと父は判断し地元の中学への進学を進めました。結局地元の川島中学校を受験平均点100点で1番で合格し 総代としして入学式に臨みました中学時代は私にとって懐かしい黄金時代でした生徒会長やテニス部のキャプテン報道委員長としての校内新聞の編集発行責任者としての仕事は後々指導力の源泉となる良い体験でした成績の方も500点満点で2番以下をいつも50点以上引き離した抜群のトップを続けました 全国的なテストでも全国で一番を何度か取り職員室中を驚かせたことがあります中学3年の時の担任の先生が他の学年の一番の子は同級生から反発されているのになぜかあなたの言うことはみんなよく聞く鶴の一声ですぐ決まりみんなが黙ってついてくると不思議そうに首をひねりながら表していたのをつい昨日のように思い出します単なる秀才ではなく 宗教家的魅力を秘めた懐の深さがあったようです高校進学は当時県下随一の進学校であった徳島市内の徳島城南高校に決めました私の受験の頃から軍部の指定の市内流入を防ぐため東京都の学校群制度を真似た総合選抜制度が始まりました入試の成績上位10%の生徒は希望校に入れるがあとの90%は 自宅から通える市内の生徒優先の抽選方式になったのです抽選で進学校を決められては納得がいかないと考え猛勉強しましたその結果軍部からの受験生としてはトップの成績で城南高校に入学しました当時同校からは毎年十数名東大に合格していたので明確に東大進学を意識し始めたのもその頃ですしかし 高校時代は中学時代のように楽しい思い出に彩られてはいません高校から始めた剣道部の猛練習と往復2時間半の記者通学の疲れからいつも睡眠不足で眠く気だるい感じがしていましたガタゴトと揺れる照明の暗い記者の中でしか英語の勉強はしなかったように思います右に左にと揺れる車両の中で立ったまま英語の参考書を右手にクラウンの辞書を左手に 万年筆を指の股に挟んで英文法や英文解釈の問題を解いている私の形相のすさまじさに4歳の女の子が立ち上がって席を譲ってくれようとして恐縮したこともあります圧倒的な勉強時間の不足は否めませんでしたがそれでもクラスでは一番の成績でした特に国語の勉強が好きで高校一年の時通信添削で6回連続全国で一番になったのが 大きな自信になりましたこの記録は現在でも破られていないはずです国語の勉強そのものは大学入試ということのみを考えるならばそう大きな時間配分をすることは間違いであったと思いますが後年大量に本を読み数多くの書物を書き大勢の前で講演をする仕事に就くための力の源泉になったように思いますまた入試には直接関係のない教科でしたが 地地理や地学学生物学も得意でした文化系の教科は英国社ともよくできたので苦手意識を克服しようと思って高校2年の時には数学と物理の必修時間の多い理系クラスに進みました「私が東大の理科三類医学部に進学するのではないか」という噂が流れたのもこの頃ですが自分としてはつぶしのきく法学部進学を考えていました。 高校1年2年と続いて文化祭には劇の主役として登場しました自分としては大変不本意な人選をされたと憤慨しましたがあとあとまで演劇部の女子生徒から入部を勧誘され続けたことを考えてみると何らかの才能はあったのかもしれません後年数万人の前で公演するようになってあの頃、演劇部にでも入って舞台勉強をしておいた方が良かったかもしれないと思いましたが 後の祭りでした高校三年の時は再び国立文化系向きのクラスに変わりましたこのクラスは優秀で同級生の中から東大文一法学部五名文二経済学部一名合格しました自分としてはもう一つ成績が伸びきらず不本意でしたが大学入学後は私の成績が一番良かったので気分が晴れましたこうして 高校時代は昭白賞という優秀賞を受賞して、無事卒業しました。さて、大学受験に関しては、昭和50年の暮れには、大手予備校の東大入試模擬試験で、東大分1、法学部なら上位1割以内、分2、経済学部、分3、文学部ならトップか、それに準ずる成績で合格するとの予測結果を得てほっとしました。 さらに340点、括弧440点満点中、高得点だったようで、密かに1桁合格を期待しました。そして、昭和51年春、守備よく、東京大学文化一類に入学しました。しかし、東大法学部の学生は、全国から集まった秀才ばかりで、たちまちにして私は、不安感に襲われました。もう勉強の必要を感じ、 授業に関係することのみならず、広く学問の世界を省略すべく、要火に次いで勉強をしました。勉強の範囲は、法学、政治学のみならず、社会学、歴史学、哲学、社会思想史、経済学、経営学、自然科学、国際関係論、さらに洋書の原書鉱読にまで手を出し、英語と言わず、ドイツ語と言わず読みふけりました。中でも英語は、 大学入試の頃、全国トップレベルの学力を持っていたのが聞いたのか教授や助教授の何倍かの速度で原書が読めることを発見しました行きつけの喫茶店に夜フラット姿を現しては4500ページもあるヨーロッパ政治史に関する英語本を読みふけっていると店のマスターが私の勉強の邪魔にならないよう来客を門前払いしている姿が目に入って大変恐縮したこともありました しかし、学問ばかりをやっていたわけではありません。天気の良い日の夕暮れ時には、下宿の近所の羽木公園をぐるっと巡った後、梅ヶ丘の街を散策し、時折インスピレーションを得て詩を書いていました。黄昏時の西の空を見つめながら、ギリシャの哲学者プラトンの霊界思想や、西田鬼太郎の純粋経験や、検証について、思いを巡らせていたのもその頃です。すでに。 宗教家の卵となるための精神的目覚めが始まっていたのですこうして幸福な駒場教養学部時代が終わり本郷法学部へ進学しました成績は相変わらず上位でしたが私の記憶に残ることとしては大学3年の春休みに政治哲学の研究論文を執筆したことが挙げられますギリシャ的政治思想を承継するアメリカの女性政治哲学者 ハンナ・アーレントの研究として「ハンナ・アーレントの価値世界について」という論文を作成しましたアーレントの英語はドイツ語的で難解だというのが定評ですがそれでも全著作読破し2週間ほど明け方の6時まで作業して論文を仕上げました友人たちは「あまりに難解で理解を拒絶している」と批評しましたが教授からは「町は」「かっこ」「成熟している」ですね 君は学者になれば大活躍できるだろうこの論文も序文を書き添えて内容を倍ぐらいに引き伸ばせば法学部卒業後助手が3年後に書く助手論文博士論文程度の合格レベルをすでに超えているしかしこういう哲学思想のできる人が法学部のプラグマティックな実定法の勉強ができるかどうか「君は法律の方はちゃんと勉強していますか?」という言葉をいただきました。 当時21歳の私はどうやら学問的天才性を見せ始めていたようですしかし憲法や民法や刑法などの実用性のある学問を軽視し刑事上学に強く惹かれる傾向はなかなか改まりませんでした教授は私に期待をかけてくれるとともに法学部の学生として実社会に通用するプラグマティズムの大切さを力説しましたこうしておそまきながら 本郷の図書館で六方全書を使い判例集を読み込んでいる人々の群れに加わるようになりました正直言って法律学が学問であるのかどうか疑問がありました例えば憲法を一つ取ってみてもその成り立ちと意図そのものが果たして正しいのかどうかという根本的問題が脳裏を去らず条文の丸暗記と学説の記憶に励んでいる友人たちに一種の気の毒さを感じたのは事実です 刑法に関しても人は何故に他の人に罰を与えうるのか罪の定義とその根拠はどこに求めるべきなのか刑法総論の解説では納得がいきませんでした民法に関してもヘーゲルの法哲学との関連性が気になって仕方がありませんでした商法に関しても会社法や手形小切手法の勉強は思想性に富んだ私にとってはあまりにプラグマティックすぎました一方 政治学の方も柳田邦男の民族学や山本七兵衛の日本人論を取り込んで政治家庭論を抗議するある教授の理論性のなさに失望しました多少なりとも興味を惹かれていた国際政治学も左翼的立場から安保反対を唱えるある教授について理論はよく切れているが結論は間違っているのではないかとの感想を抱きましたその教授の東西冷戦についての見解が間違いであることは 十数年後ソ連邦の大崩壊が現実化してはっきりしました私の直感は正しかったのですかくして私は法律学や政治学の学問性と価値論の不在貧困に直面し東大法学部には自分が支持すべき教師がいないことを悟りましたかくなる上は独力で道を切り開くしかありません経済的基礎を築き 自分の納得のいく学問を見いだすか万一それが見つからないならば自分自身の手で新しい学問を作り出すかのどちらかしかないと考えました大学4年に上がる頃就職の一環としてとりあえず司法試験の受験をすることにしました半年通った司法試験の予備校では6回一番となり私の論文の参考答案で勉強した人がかなりの数 司法試験に最終合格しましまた私はといえば担当式試験は合格点を10点、かっこ90点満点ほど超えてあっさりと合格しましたが友人の多くの予想に反して論文式試験では不覚を取ってしまいました。実務家的答案ではなく学者的答案を書いたことが原因であるように思えました。私はあまりにも学問的に成熟していたのです。当時、 すすでにに学説や判判例をを明確に批判する自己独自の視点を持っていたからですしかし最高裁の判例を鋭く批判した答案に再転換は尻込みしてしまったのですただ後々高級霊たちの意見を聞いてみると国家試験合格や自分の満足のいく就職実現は断固妨害してこの世的成功を諦めさせ宗教家への道を選ばせるつもりだったとのことですから。 どうあがいても成功はさせない腹だったのでしょう自分としては予想をもしていなかった道でしたがある総合商社の人事担当者から「3個の礼を持って迎えるからぜひとも当社に」と懇願され東大の先輩でスタンフォード大学で MBA を取った常務から「うちに来てくれませんか」と頭を下げられて男の心意気で入社を決めましたしかし友人たちからは悪氷作作でした ある友人は政治学科から日本銀行への推薦枠が1名あるので教授は君を推薦するというのにどうして辞退したのかと不満顔でしたしある政府系の大手銀行の人事担当者は東大在学中に司法試験の担当式試験に合格した人は私学とは違い5割以上は最終合格しますねしかもあなたは政治学科ですからおそらくトップでしょうと嬉しいことを言って。 入社を進めてくれました確かにその年政治学科から国家公務員試験上級に一番の成績で合格して大蔵省入りした知人は担当式試験に落ちていましたから相手の言うことにも一理ありましたしかし私はよらば胎児の影的発想に反発してしまいましたゼロから自分の実力を試してみたい衝動に駆られていたのですしかし酒も飲めず 麻雀もできず社交は苦手で海外に行ったこともない君に商社マンは無理だよと忠告してくれる親切な友人の言葉に「進路選択を誤ったのだろうか?」という疑問は日増しに増大してゆきました。卒業を控えて再び学問への未練が湧きカールヒルティの幸福論やハイデガーの存在と時間を読みふけって「ああやはり思想家になりたいなあ」という思いが。 抑抑えても抑えてててももみ上げてきました人生の疑問に答えるべく哲学や宗教の書物も数多く紐解ときました 10. 悟りへの道1981年3月23日春の日差しがやわらかい午後私にとってはとても気分の良い日でした学生時代を含めて過去の自分の反省をし 未来の人生設計を考えていました30歳頃には独立して思想家として世に立ちたいという願いは立ち難く天命のように思えましたしかし一方では経済的自立なくして思想的独立もありえないということを肝に銘じました商社マンとして日々の糧を得ながら社会経験を積み自分なりの研究を深めていく中に 必ずや道が開けていくだろうと考えておりましたところが突然自室の中に目に見えないものの気配を感じましたそして誰かが自分に話しかけようとしているという気持ちに打たれ急いでカードと鉛筆を用意しましたすると鉛筆を持つ私の手がまるで生き物のように動き始めいい知らせいい知らせとカードに何枚も書き始めたのですそして お前は何者か、とと、尋ねると日光、と署名します。日蓮六郎僧の一人日光による児童書記だったのです私は驚きました私自身は日蓮宗には全く関わっておりませんでしたしいい知らせというのはキリスト教的に言うと福音ということですから何らかの霊的覚醒の瞬間が訪れたことを直感しましたそして何よりもこの身で あの世があり霊的存在があり人間が不滅の生命であることを知ったということは大きな驚きでしたそして考えてみると二三ヶ月前から霊眼が開き始めたのか目がテカッとした光り方をし後頭部から黄金色のオーラが出ているのが見えたのを思い出しましたそしてさらには教養学部時代に高野山に登って奥の院に向かう参道で 未来の自分が超能力者となって仕事をしているビジョンを見たことも思い出しましたそしてその秋にはたまたま古書店で入手した谷口政治の「新創館」の解説本を読んである夜一度だけ新創感をしたところが合唱した手に電流のような熱いものが流れたのでびっくりし変に思って二度とその本を手にしなくなったことも思い出しました「最も同時にカビ臭い思想だ」 とも感じましたがさらには小学校の高学年時代高熱を出して寝ていた時に何度も幽体離脱して天国から地獄界の阿鼻叫喚地獄まで見てきたことを思い出しました私は生まれつき極めて霊的体質が強く直感力の鋭い人間だったのです日光からの自動書記による霊界通信は間もなく終わりその後 日蓮からの霊界通信が始まりまりした日蓮は人を愛し人を生かし人を許せという3つの言葉を示しました何年か後に私が愛の発展段階説を固めることを暗示していたのでしょうしかしこの時点では私はまだ自分は過去世で日蓮宗系の僧侶だったのだろうかと思っておりましたそして少なくとも1年間は日蓮は 一練習系の邪教粉砕を私に期待してかかなりの回数コンタクトを取ってきました、11. キリストのの出現と仏陀の使命さて1981年の6月イエス・キリストが降臨し霊言の形で衝撃の真実を語り始めましたやや外国人なまりはあるものの誠実で力強く 愛あふれる言霊でしたその場に立ち会った父も高次元霊の迫力に思わず絶句するほどの衝撃を受けたようでした高次元霊が臨在するとまばゆい光とともに体全体が熱くなりその言葉の端々に光る心理に思わず知らず涙がこみ上げてくるのです7月には潜在意識の宝庫が開かれ私自身の隠された意識であるゴータマ・シッタールタ シャクソンが古代インド語を伴いながら仏法ルフの使命を厳しくかつ熱っぽく語りましたそして私自身が釈迦の魂グループの中核でエル・カンターレという霊存在であることを告げましたそしてその使命は仏法のルフによる一切の主張の救済にあることを語りましたそしてその役割としては愛と慈悲信仰を象徴する阿弥陀来的側面 救世主的部分とと悟りと修行、霊界の秘義を象徴する大日如来的側面ブッダの本質的部分を併せ持った釈迦大如来であり前者が先鋭化すれば大旧姓主であり後者が象徴化されると華厳教や大日教にいうビルシャナ仏をさらに本源的な存在とした大ビルシャナ仏であることを明示しました大変なこととなりました 幼少時より信仰心厚い家庭に育ち霊界を素直に受け入れていた私もあまりの霊現象と告げられた使命の大きさに驚きを禁じえませんでしたはっきりしていることは私自身が最短のブッダであることそしてブッダを中心として天上界の高級書霊と地上の諸宗教を整理統合して新しい世界宗教を作り全世界の人々を教え導き 新文明への道を開くこと新時代の幕を開ける使命が私に委ねられたのですしかし霊界解明に今少しの時間が欲しかったのと30歳までの人間修行が必要なのではないかとの観点から私はまだ会社勤務をやめませんでしたしかし私自身の内面の葛藤とは裏腹にこの世の歯車は逆方向に回り始めていました 1982年から83年にかけて会社の研修生としてニューヨーク本社に派遣されたのですキリストがレージを下ろしブッダとしての使命を告げられた人間がウォール街の人々との国際金融の仕事で毎日を送っていたのですベルリッツの会話学校でマンツーマンの英会話授業を100時間受けてからニューヨーク私立大学の教授の面接試験をパーフェクトイングリッシュという評価でパスしネイティブ 米国国人と同一条件のの際金融のゼミに参加しましまたバンク・オブ・アメリカやシティ・バンク、メリル・リンチなどの30歳前後の若手ビジネスエリートに混じって外国為替の理論などを学びながらも私の心は晴れませんでした。私自身が体験している人間社会的現実と宗教的現実の間には埋められない溝が広がりつつあったのです。当時、 勤務先のあったマンハッタンのワールドトレードセンターの天を増す超高層ビルを見上げながらこのビルの方が本物なのかそれとも私の心の中の声が本物なのかまさしく私自身の自己認識と信仰心が試されていましたそして1年間の研修期間を終え洗礼のない実績が評価されて上司からは「研修生からニューヨーク駐在員に切り替えたいのだが」と打診されました 商社マンとしては願ってもない超エリートコースへの招きでしたしかし私は当時書き進めていた霊言集の原稿のことがやはり気になりましたそれゆえ駐在員への昇格を辞退し後輩を後任の研修生として招き自分は帰国することにしました商社マンとしては異例の無視無欲の行動でしたが宗教家としては着実に一歩駒を進めていました 帰国後2年準備を進め1985年7月には日蓮聖人の霊言、さらに空海の霊言、キリストの霊言、アマテラス大神の霊言、ソクラテスの霊言と続々霊言集を刊行しました当時まだ会社勤務が続いていた関係で父のペンネームを表に出し私の名は共著でとどめる形にしておりましたしかし ついに来来るべき時が来ました1986年6月イエス・キリスト雨のノ・主の神など次々に降下した霊たちは私に今こそ立つべき時だと告げましたそして同年7月7日に誕生日を迎えたばかりの私は7月15日に退社し自由の大地への第一歩を踏み出しましたそして同年8月末この「太陽の方 旧版の執筆に取り掛かり9月初めには脱行しましたさらに10月には黄金の方旧版に取り掛かり11月には脱行しました両者とも翌年には出版の運びとなり幸福の科学出発の原動力となりました私の初めての理論書が交換されることで続々真剣に道を求める会員が集まってくるようになったのです 12. 我を信じ、集いこよ第1回の幸福の科学講演会が開かれたのは1987 8年3月8日、聴衆は,は400人ほどでしたが私の演題は幸福の原理で東海の競技の基礎である愛の原理知の原理反省の原理発展の原理の4原理を幸福の原理の中に位置づけました。 さらに会の方針として最初の3年間は学習団体として法の基礎づくりと講師の要請運営方法の確立に先進しその後は大発展に向けての伝道に切り替える旨の基本戦略を発表しました同年4月からは月刊誌が発行されこの月刊誌の論文と講演会の内容がその後の会の流れを決めていきました,また 研修会やセミナーでは質の高い会員が多数輩出し幸福の科学の職員や講師陣の母体となりましたまた私の私宿に心を揺さぶられて講演会の参加者は毎回増大の一途をたどりました1988年には2,000人収容の日比谷公会堂であふれ出し1989年には8,500人収容の両国国技館が満杯となり 1990年には1万数千人収容の千葉幕張メッセ展示場が毎回満員となりましたそして第1回講演会から満4年経った1991年3月7日幸福の科学は宗教法人として正式に認可され新しい出発をなすこととなりました本尊は釈迦大如来すなわちエル・カンターレです9次元最高大霊であると同時に 高級諸令をも指導する立場にある最短・最尊のブッダですこの91年7月には東京ドームに5万人の幹部信者が集いご生誕祭が挙行されました幸福の科学は宗教法人格取得の年にすでに日本最大規模の宗教団体になるという宗教界にとって空前絶後のミラクル的存在となりました私はエルカンターレ宣言をし 大乗ののとしししての使命を明らかにしましたマスコミは全世界にこの事実を伝え日本に本物の宗教の時代が訪れましたまた同年9月に始まった希望の革命によって日本のマスコミ界に垂れ込めた暗雲を吹き払い日本人全体を汚染し続けていた精神的公害を一掃する正義の戦いが開始されましたこの時点が戦後日本が仏国土建設へ向かうための ターニンングポイントとなりました1991年12月エルカンターレ祭では信者総数560万人を突破事実上日本一の宗教団体宣言がなされました1992年93年は仏教路線での競技の基礎固めがなされるとともに衛星放送を通じて全国同時開催の講演会が大々的に挙行されました一方では 希望の革命を支援する声が全国からは鳴りやまず信者数は1,000万人に向けてますます増大の一途をたどりましたこうして1991年から93年までのミラクル計画の大勝利とともに幸福の科学はエル・カンターレを中心とする信仰団体として確立期を迎えました1994年いよいよ期待のビッグバン計画が開始されました 信仰から伝道へそしてそれは幸福の科学が世界宗教へと飛翔することでもあります全世界の人々に主エルカンターレの出現とその使命を告げ知らせなくてはならないのです地球の歴史上最高のブッダ最大の救世主が降臨したのです世界は今浄化されつつあります人類はエルカンターレを信ずることによって最終にして 最高最大の救いを得られるのです。我を信じ集いこよ全世界の人々にこのメッセージを伝えてください私はあなた方の永遠の死なのです。